これが嫌なんめっちゃ丸い丸いのを隠したい。雰囲気変わりますね。首が長く見える。お願いします。お願いします。いや、髪の毛を綺麗にしたくて。色、あ、色、色、うん、めっちゃ綺麗じゃないですか。あ、でも自分で何回かしてます。自分で何回しか。全体では4回。1回抜いてもらって、そこからその後自分で何回か、うん、2、3回ぐらい抜いたかな。めっちゃツヤあり。え、これ何やってんですか今。あ、何もしてないです。ツヤありますよ。やばい、びっくりするもんね。だってこれセルフです。セルフでしかもチリチリしてないっていう。絶対後ろの方とか抜けてないんで見えないから。最近自分でやったんですよね多分。それが1ヶ月半ぐらい。半ぐらい。だから経ってないかぐらい。ブリッジするんですか。あ、どっちでもいいです。どうしていきたいかみたいな。ブリッジをもうやめていきたいのか、ちょっともうやめようかなとは思ってます。あ、ってなると脱却方法は何ですか。そうなると根元が今結構赤黒いから、うん、そのままあのカラーリングすると結局でもこう繋がんない。それが答えですか。で、それが小川さんのやり方でいいってこと。いや、ちょっと待って。僕だったら僕だったら今日はまあブリッジやめていきたいってことは根元はブリッジしないで、うん、でも色持ちがいい方がいいです。うん、そうですね。まあ、抜けてきちゃうね。抜けちゃうの、こんだけ抜けてれば。そうです。とりあえずカラーするじゃないですか。で、半年ぐらい経って、うん、まあ、開いてきたらハイライト入れちゃった方がいいですよね。これでなくしていくのきついじゃないですか。うん、黒、ピンク、確かに、うん、カラーもしていくんで、うん、黒、ブラウン、めっちゃいい気持ちになっちゃって、うんうんうん、この黒、茶色の部分にハイライトバーって入れて、で今の状態だったらアッシュでもピンクでも何でもいけるんですけど、うん、ハイライトを入れてここの部分はもう黒とブラウンと金髪が混合するんで、うん、ベージュ系か暖色か、うんうん、でどん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 、まあ、ハイライト入れつつ伸ばしてもですよね僕が思うのは、うん、ってことは今日は小川さんが思うのは何ですか。俺は今日はブリーチしないってことだから、まあ、根元の部分黒いのを伸ばしていかないと。でも今回はちょっと全体一色にしないといけないから少し暗めのカラーリングをする。とりあえず伸ばす。とりあえず伸ばす。黒、黒、金って なるのをもう伸ばしていく。伸ばしていくっていう戦法。戦法でいきますよ。それの戦法。俺はその戦法。あ、じゃあ王はハイライトの戦法。ハイライト入れて黒ぼかしながら伸ばしていくっていう戦法なんですけど、どっちがいいですか。まあどっちがいいですかって言っても今日やること変わんないんですけど、今日はハイライト入れられないんで、今日は結局あの一色で染めるんですけど、ただやっぱ今日の話じゃないんで、これからの未来どうしていくか、3年後を見据えないってカラーリングしないといけないんで、ハイライトを入れてこうなんかなんとなくなじませていくってことですね。まあそっちの方が、ね、はい、じゃあ応募でした。ありがとうございました。いや、それはやったことないんでどんな感じになるのかなって。あ、ハイライト、希望の色ないですか。ちょっと綺麗に見える色がいいんですよね。ピンクベージュ、うん、かわいい。まあでもいつもベージュっぽい感じとかは入れてます。色はちょっと持つ方がいいなとは思うんですけど、濃いめで綺麗な恋のベージュ。恋のベージュでそれでいきましょう。ピンクベージュにします。ピンクベージュで、うん、え、カットはどうなんですか。あ、10センチぐらいちょっといいかな。これが嫌なんですか。めっちゃ丸い。丸いのを隠したいです。でもダフに入れた方が実際やっぱりこう星型のシルエットになるんで的にこう丸みが干渉されると思うんですよ。でもなんか今やってもらった感じでもそうですね。お、いいいい。前髪も伸ばして。前髪はもう難民になってます。前髪もここやっぱりちょっと開いちゃうと、顔輪郭ちょっとこう広くなっちゃう、広くなった方がいいんじゃないですか。丸顔って縦のシルエットは、その開き方が一番いいんじゃないですか。面長に見えません。面長に見えるね。そのえ見えるね。あっても別にあんま重めでバツンじゃなきゃ、でこの隙間感が出てれば面長は隠せますよね。大町前髪チリチリだからちょっと方がいいかも。こうっすらちょっと作っちゃった方が作りますか、はい、お願いします。この首で入れてちょっと切って形変えましょう、はい、でピンクベージュでやっていきましょう。はい、よいしょ、お願いします。
ブリーチしすぎて頭皮も多分やられてるんで、なんかすごい乾燥しちゃうのか、はいはいはい、めっちゃ痒くてブリーチしだしてから。市販のシャンプーでいいのありますか？シャンプーだと、はい、コーセーのジュレームアミノ。あー、はい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 。ピンクのリラックスっていうピンクのボトルの。ボトルの、うん、一番おすすめです。一番おすすめです。じゃあ買って帰ります。頭皮にも優しい。頭皮にも優しい、で髪の毛にも優しいし、うんうん、これでお時間をかけますね、うんうん、はい。切るのって緊張しますよね。前髪はね、ちょっと切っただけでめちゃくちゃ変わるから。そうやって切るんですか？俺今こうやって切る。何その切り方。変な切り方。こういってる感じ。え、でも目の上で切るんですよね、流さないで。いきなりいっちゃうと怖いでしょ。いやでもそんな刻む？そんな刻む。俺結構刻むした。でも目の上まで切るんですよね。ちょっと目開けて。ここまで全然長い。まあまあそういうね、配慮も大切ですよ。こう一回こう、まだ長いよね、うんうんうん、やっぱお客さん的にはそっちの方が、どっちの美容師さんの方がいいですか？僕だったら目の上って言われたら、うん、まあ目若干かかるぐらいでブランドパツン切るんですよ、うんうんうん、でそっからちょっと崩すんですけど、うん、ちょっと雑に見えちゃうんですかね、やっぱそういうのって。でもちょこちょここうやってくださった方が、前髪って結構今女の子すごい気にしてる子多いと思うんですよ。でこれでもしかしたら目のところで OK よっていう人もいるかもしれないし、まだ全然長いんだけど、やっぱそこの違いか。俺が小川さんに勝てないところは、変な切り方とか言っちゃった。まあ最終的にその理想になれれば別に問題ない。どっちでもいいけど、そうそうそう、確認してどうですみたいな、うん、あ、じゃあもうちょい切りましょうかみたいな。実際最後のこのもうちょっと切ってほしいっていう人が結構多いから、うん、その一歩手前で一回聞く、うんうんうん、でもその一歩手前まで行くのにめっちゃ刻むんですよね。めっちゃ刻む。俺もどこ。いやそれはそうですよ。僕だって一歩手前までそんなガッツリポーンってちょっと長めで残したりしますけど、そのやっぱでもそれ刻むっていう丁寧さがいいってことですよね。すいませんでした。似合ってるじゃないですか。首根も入れて、ね、ちょっと片方だけかけてあげるとなんかちょっと雰囲気女子アナ風になるんで。確かに本当にあんな金髪だったのにここまで雰囲気変わりますね。いかつさがない。ああ確かに。ソフトな感じが出て、うんうん、マイルドになりましたね。やっぱダウンは入ってた方が良かったですね。良かったです。実際はやっぱりこう、うん、ちょっとひし形で首根入れた方が、うん、ね、なんか首が長く見える。全部隠すよりも絶対首長くて、うん、綺麗に見えるんですよね、うんうんうん、すっごいツボなんで、うんうんうん、逆にライン入れて顔周り軽くした方が、うん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 、顔がちょっと小さく見えるね、全然違う、本当に後ろの頭の丸みが感じられる、うん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 、ダウンを少しだけ入れる、あ、いいですね、いい感じ。そして色が綺麗、髪が綺麗に見える色って私最初言いましたもんね。だからピンク入れた方がいいんですよ。あーね、透明感というか全然違う。顔の輪郭を隠すんじゃなくて、うんうんうん、逆に出しちゃう。首も綺麗に見えるし、うんうん、顔の丸さも星型にしてトップに高さ出してあげると、うんうんうん、綺麗に見えるんで、うん、いいですね。
丸いから縦長効果ってことですかね。縦にこう横にボリュームを出してあげることで顔が小さく見えます。見えます本当に。可愛い本当。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お疲れ様でした。失礼した。見た。見てないです。見た。見たでしょ。綺麗でした。可愛かったよね。いいと思う。早い早い。全然早い。もっといいやろ。もうちょっと言わしてよ。ピンクベージュね。まあ丸顔ね、あと。丸顔はやっぱ隠れますね。逆に出しちゃった方がいいっていう。カットはバー。カットはバー。もうなんかね。上手かったじゃん。やっぱね。もう頑張ってるんですよ。頑張ってる。本当頑張りましたよ。あの、長さ。あんまり短くしすぎちゃうダメでしょ。いいじゃん。まあさ、頑張れよ。もっとね、あのいろんな方とね、レスキューこれからもやっていきたいと思うんでね。このチャンネルがいいと思った方は高評価。このチャンネルがいいと思った方は高評価。このチャンネルがいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。